こんにちは、ポールダンス東京インストラクターの千春です。今日は、力を使わなくてもできる、ポールでターンをしていきましょう。それではやってみます。まず右手で持っていただいて、右、左、パセ、右、左、パセ、そのパセというポーズまず確認していきましょう。膝を上げて、つま先を反対の膝にポイントでくっつけます。これをワン、ツーでポールの方に向いてパセします。右手で持っているときは右足パセになります。ワン、ツー、パセ、ワン、ツー、パセ、今度はワン、ツー、パセ、ターン、ワン、ツー、パセ、ターン、ワン、ツー、パセ、ターン。このターンをやっていきましょう。まずターンだけやってみましょう。ターンは右手で持ったら右の脇にくぐるように手を変えていきましょう。右手はあんまり高すぎず頭の上ぐらいですね。頭の上ぐらいから手を内側から外側、内側、キャッチ、内側、外側、内側、キャッチで、これを左手でサポートします。左手で同じ方向から押します。そこに足をパーセにしていって、つま先立ちになったらパーセのままターン。この順番で練習してみてください。そしたらワン、ツー、